おはようございます。今日はねちょっと違う場所を入れました。いつもとよーし来た。あ、今日はどうかな、なんか取れとるかな。よし、あげます、あげていきます。なんか海に五光が差してますね。バーッと光が出て五光が差してます。よし、あげていきます。なんだこりゃ、なんだこりゃ、はこれあのわっさわさのなんとかいうヒラメですね。名前忘れた。わっさわさのヒラメ。こうなんかわっさわさしてます。こう。よしよしよし。これはちっちゃいのでリリースします。かわいいですね、これ。よし。からか。今年は本当はサザエが全部殻ですね。ヤドカリばっかりです。取れるのが。なんか来た。ベラや。九千のメスです。九千のメス。九千のメス。メスは返しましょう。オスなら持って帰るかとも思うんですけど、メスなんで返します。ここはあんまりね、期待できないんですけどね、久しぶりにどんな感じかなと思って入れてみました。あ、サザエかかった。いいサザエが乗りました。よし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 、これ。ミニオコゼ。めっちゃミニのおこぜです。ミニでもこれちっちゃくでもね、毒は一緒ですから。めっちゃやばいです。あ、ちょっと今日は失敗かなこれ。お、またサザエが、またええサザエ乗った。もうはっきり言ってこれを狙ってるんでね、いっぱい乗ってくれたらいいんですけど、そううまくはいかねえ。こんなダメな日もあるんやな。今日はめちゃくちゃダメやな。カワハギがぐるんぐるんに絡まってます。風もあるしすごくやりにくい、まあ、そんな強い風ではないけど、まあ、強い風ではなくてもね、船がやっぱり風の抵抗を受けるんで重いですね。重い。磯にかけてこんなことありえへんけど、多分ここみんながやってるんでしょうね。お、なんか来た。なんか来た。何や。でっかいフグ。でっかいフグよ、これ。メバル。やっと魚来たって感じ。船の重量がそのままかかってますからね。重いわ。重い重い。風速的に言ったら2か3ぐらいやと思うんですけどね。それでも重いな。サザエ。ああ、サザエ。よいしょ。重て。お、ハコフグ。ハコフグがくっついてますね。ハコフグです。アイナメ。アイナメがかかってるけど、のじてます。アイナメがのじてます。アイナメはのじてると、すぐに匂いするんでね。よっしゃ、中間地点。中間地点に来てしまいました。
チャリコ。チャリコ。おう。ギリギリで引っかかっとるサザエが。あ、落ちた。目の前まで来て落ちた。うわ、なんだ。うわ、最後の最後で来た。最後の最後で来てもらったハモ。ハモやこれ。グネってなって、これ死んどるな。おそらく死んどるな。ベラ、ベラ。うわ、風がやばい。メバル、やばい、脱出しやね、やばい。